力が大きいですね。で、安定して収入になるところです。で、ブロガーについてのご相談ですね。この方もブロガーになって海外に移住されたいという方なんですけども、アフィリエーターとの違いを教えてください。ブロガーとアフィリエーターの違い、あとブロガーになるにはどうすればいいでしょうか、なりたいですということなんですけども、まあ、アフィリエーターというのはですね、まあ、ブロガーというのはもう単にですね、趣味でやっている人も含めてですね、ブロガーって呼んだりしますけれども、まあ、アフィリエーターの場合は、まあ、確実にそのアフィリエート収入ですね、要は、副業だったり、まあ、専業というのもあるんですけれども、収入が欲しい人のことですよね。アフィリエートをして、何か他人の商品を紹介して、その紹介料を得るのがアフィリエーターなんですけれども、これをオンラインでやっているのがアフィリエーターで、ブロガーというのはもちろんアフィリエートをやっているブロガーもいますけれども、単純に、自分の書きたいことを書いてですね、やっている人もブロガーと言います。で、ブロガーのキャッシュポイントとしてはアフィリエート以外にもですね、例えば企業案件とかですね、インフルエンサーとしての、